はい。ゲームコレクターの酒館です。本日は2020年3月4日、ゲームコレクター、え作が学園ゲームコレクター部スタートです。えーとね、本日はね、本日の予定は、えっ、ー、と、ちょっと YouTube に1個コメントがあったんです、それに対する回答をしつつ、あと僕のブログにあるね、ちょっとクイズの答えをやった後、えっ、ー、と、PlayStation220 周年で、ちょっとロンチタイトルを振り返ってみようかと思います。で、最後は、えっ、ー、と、 本日の記念日ゲームということになります。でね、まず、あの、YouTube の方で僕の方にコメント、えっ、ー、と、昨日ね、あげた動画、まあ昨日のあの質問をバッと答えたやつね、に対するコメントが1個あったんで読みますね。えっ、ー、とギ、ギャンブラー自己中心派というね、えっ、ー、と、ハンドルネームっていうのかな、YouTube ネームっていうのかな、わかんないけど、の方が書いたコメントです。えっ、ー、と、ゲーム1万5000本を持ってるのに、プレイ動画見せないのは草。 誰もお前じゃなく、えー、そのゲームに興味あんだからプレイしろよ。あと動画長すぎ。なるほどね。あ、こんばんは。まあ一応こう過激なコメントをいただいたんですけど、まあちょっとね、ゲーム一万五千本持ってるのにプレイ動画見せないのは腐ってあるんですけど、これはね、ちょっとね、疑問なんですよね。 まあ例えばねこうまあ、このギャンブラー自己中心派という方のねああのまあ、プロフィールプロフィールっていうか一応写真はねなんか野球選手巨人の選手のになんかタバコかなんかの絵を重ねたようなねまあ、顔の写真撮られてたんですけどもまあ、野球で例えると例えばね あのホームランを取った人がねこうインタビューを受けてるような時に「お前のこのインタビューの動画なんかつまんねえんだよ」こう「ホームラン打ってる動画上げとけ」みたいに言わないと思うんですよね。まあねそういう感じでねまあ要は。 ゲームを1万、ゲームソフト1万5000本持ってることとね、まあ、プレイ動画をね、上げることっていうのは全く別問題なので、まあ、この批判は、まあ、どうなのかなっていうのが一つ。で、あと、誰もお前でなくそのゲームに興味あんだからプレイしろよっていうのもあるんですけど、まあ、せっかくね、まあ、これ今、ふわっちで配信をしてるけど、まあ、YouTube の動画なんかね、こう、まあ、それぞれ人々は、人がね、 こう興味を持っまあその中でまあ自分で興味のある動画にこうアクセスすればいいわけですからまああのこういう誹謗中傷をするぐらいだったらまあ自分の興味のある動画まさにそのゲームにねまあ興味あるならそのゲームの動画があるか探してまあ是非そこにアクセスしていただければと思います。 あと動画長すぎ。まあ動画長いかもしれないですね。うん。まあ、でも、プレイ動画見たい人なんでしょうだったら、プレイ動画探せばいいじゃん。長いかどうか関係なく。という感じのことを今思ったことで言ってみました。えっ、ー、とまあ、これは今日もね、動画をアップした後、あのそのコメントに対して動画で答えましたと、こペタッとコメントを貼り付けようかと思います。 ということで、えー、と本日のね、えー、と僕のブログの方のね、パッケージやトリセで答えを確認できるクイズ148ということで、ま、マーク・トウェインの小説で、えー名作えー、世界名作劇場としてアニメの題材にもなったトム・ソーヤが活躍することでおなじみのタイトルといえば、スクエアのトム・ソーヤですが、パッケージ裏側に記載されている、アメリカン・チッザ・オーサーニ〇〇 r p g の〇〇に当てはまる言葉は何でしょうということで、 まあ、スクエアのトム・ソーヤ、こういうゲームなんですけど、まあ、スクエアのトム・ソーヤっていうこともあって、まあ、あの、ゲームのね、会社の、まあ、スクエア、今のスクエア・エニックスのスクエアの部分ですね、の、えっと、RPG、ファミコン時代からね、まあ、RPG は出してるんだけど、まあ、当時としては、まあ、ファミコンで RPG っていうまあディープダンジョンとかね、ディープダンジョン、厳密にはスクエアじゃないけど、まあ、ドッグでスクエア販売だったっていうのと、まあ、あと、まあ、当然、ファイナルファンタジーもあったんですけど、まだ、 この時期には、えー、っと、なんだろう、今でね、有名、今でもっていうか、スーファミ時代の有名な、まあ、ロマサガなんかも、まあ、な,ない時代だし、まあ、聖剣伝説もまだですね。うん、まあ、そういう時代ですね。魔界闘士サガがこの年に出るぐらいかな、年末に。というようなね、時期のね、あのタイトルなんで、まだ、まだそ,そこまでスクエアが RPG のイメージがない時代に出てた、あの RP、RPG。 になります、うん、で一応パッケージ裏側見るとねこんな感じアメリカン・ィッズ・ア・オーサーティバラエティ,ー RP バエティーロールプレイング・ゲームね、まあ、RPG でロールプレイング・ゲームという帯があるんですけどまあそんな感じで、ね、バラエティってあってまあ一応読んでみると,、えー、と1855年アメリカトム・ソーヤがある晩見た夢は、えー、見たこともない街でに隠された海賊の宝の山 幻の宝をまとめてトムと仲間たちの冒険が始まった。幾多の難問をくぐり抜け、トムたちは本当に宝を見つけることができるだろうか。さあ君もトムと一緒に冒険を始めよう。ということですね。まあ、まあ、こど 子供のところに、まあ、大人になってからトム・ソーヤ読,むぞ読んだみたいな、まあ、ハックルベリー・フィンの,、ね、ああの小説とかを、ね、こう読むってことはあんまないとは思うんですけど、まあ、子供時代ね児童書とかああいうところでよく見かけたのが、ね、あのトム・ソーヤなんで、まあ、そういうところからこうフックになるかなあとアニメでもね世界名作劇場でアニメにもなってたんで、まあ、そういう意味ではこう興味の範囲だけどただこう RPG としてやりたいかっていうと、まあ、ちょっと微妙というニュアンスがあります。 まあ、ちなみにこの「スクエアのトム・ソーヤ」なんですけどこの同じ年のね早い時期にね瀬田があのトム・ソーヤの冒険っていうのをね出してるんですよね。まあそれもあって多分トム・ソーヤの冒険とか出せないから名前的にね。でまあ「スクエアの」ってつけたんでしょうね。だから 今だと多分スクエア乗って付けるとすごいビッグタイトルっぽいし、まあ、映画だとよく俳優さんの名前で何々のっていうのはよくあるんですけど、まあ、よくじゃないたまにあるんですけどまあそこにこうアピールポイントが強めにあるかっていうと当時そこまでスクエアっていうのは強くなかったんじゃないかなというのが僕の見解ですさてでえっ、ー、と本日はねえー、っとまあえー、っといつだ 2000年の3月4日っていうのが、えー、とちょうど、えー、となんだこう平成12年の3月4日ってこの1234ってことでまあ要はあのプレイステーションの1が発売されたのが、えー、と1994年の1 12月 3, 3日なので123でねプレイプステーションだったんですけどプレイステーション2は1234っていうね、まあ、日本でしか通じないね <laughs> あの日々実はその並びなんですけどまあそういうような感じの,あの日がプレイステーション2の発売日でした。ということでね、まあ、振り返りで一歩ずつソフト紹介しようと思ったんですけど、まあ、いくつか持ってないのがあるのでまあちょっと飛ばしながらいきますね。 でまずね A 列車でイコール6これが出てるんですけど持ってないですはいすいませんで次がエターナルリングこれがねえっ、ー、とフロムソフトねフロムソフトウェアですねまあ、シンプルなパッケージですねはいでえっ、ー、となんだえっ、ー、と,、えー、と霧の森極寒の大地水没した神殿さまざまな地形からなる島全 全土を探索、キャラクターの特性を左右する100種類もの,種類ものも指輪と魔法を駆使しながら数々の謎に挑む RPG 全ての謎が明かされた時伝説の秘宝エターナルリングが覚醒するということでねまあやっぱりプレイステーションからプレイステーション2の進化っていうのは、まあ、当然ディスクがねまあ CD からま DVD だけどまあ、一部しまあ青裏面が青い CD もあるのかなまあ、そんな感じでまあ、要は容量が大きいっていう部分と、まあ、ハードスペックが上がったことでよりリアルな表現ができるっていうところままあ、まあ顔をさしたけど顔じゃないなどっちかっていうとその地形的なリアルさがま,あま勝ったとかねまあそういう部分もあるんでまあ、こういうあのね ロムソフトみたいなこのやっぱり技術者集団みたいなところはこういう地形的なね霧の森極寒の大地水没した神殿とかねそういう地形の部分にこうアピールしたっていうところがまあ見えるんじゃないかなと思います。で、次。 えーっと柿の木商事4これこれも持ってないんですいませんって感じですねまあかあのこれね A 列車はの6に関して言うとプレイステーションの1の時に A 列車の4が、まあ、出たっていうのでまあロンチにこうねアートリンクさんが合わせてくるってもあったんですけどこの柿の木商事4に関して言うとやっぱりこの この時代にやっぱりこのロンチ、なるべくロン地に近いところで将棋とか麻雀ソフトをこう定番を持ってくると長く売れるまあ最初に出すとね、まあ、要はゲーム機っていうのはこう単発的に遊びたいものも買うんだけど継続して遊びたいものも買うんでそうするとこういうね一番早めに出すとみんなそれで買ってくれるというねメリットがあるとまあそういうとこですねあこんばんは で、で、えー、まあ、勝ち抜き持ってないからパス <laughs> で次、決戦はい、えー、っと、ですね決戦、あの、要はえー、っと、まあまあ、歴史シミュレーション系を出すっていうのはまあ光栄の鉄板だなんですけどここで挑戦したのがまあ、戦国時代を表現しつつもちょっとこうリアルタイムシミュレーションって言っていいのかなまあそういうような感じでまあ、ハードのを叩くようなね 感じのソフトを出してきましたえっ、ー、と関ヶ,関,ヶ <laughs> 関ヶ原から関ヶ原から4,000400年4,000 400年, <laughs> 年はでけえなまあ要はこれ2,000 200年出てるからね関ヶ原から4,000年あ400年だっつ <laughs> はい、まあだから19 1900じゃないや1600年ですよね関ヶ原の戦いだから2000年なので関ヶ原から400年今戦国合戦のすべてが蘇るプレイステーション2のパワーを、えー、極限まで引き出す新時代の合戦エンターテインメントえー、っと絢爛たる戦国文化を背景に圧倒的な迫力の合戦模様が展開する えー、大群生を自らの手で指揮する醍醐味熱い感動をもたらす人間ドラマ歴史シミュレーションゲームを生んだ渋沢公による渾身の戦国一大絵巻ということでね、あのー、一応シリーズとしては3タイトル出てるんですけどなんとなく知りつもりだったような気がしますというのはやっぱ今も今続いてないしね。 だからなんだかんだこういう挑戦をしつつもやっぱり三国志とか信長の野望がこうまあリアルタイムにこう進行するタイプのゲームにのシミュレーションに変化していってるからやっぱりこういうものはまあ一過性で技術的なものを確認したところでまあ役割を終えたっていう感じなんですよね多分、はい。多分まあちょっとタイプ違うけど今あの仁王がそういうのになってる感じが若干。 僕の中ではするんですけど。うん。まあいいや。で、えっ、ー、と、次が、えっ、ー、と、ステッピングセレクション。はい。えっ、ー、と、じゃれジャレコの音ゲーですね。で、ステッピングセレクション専用コントローラー対応。まあ別売りですね。で、裏面。えー、スーパーサウンドと実写映像の共演で、レッツセ・ステッピング。 アーケードゲームモードでプレイはもちろん、プレイステーション2ならではのモードも搭載ということでね、これはあの、えっ、ー、と、先ほどね、まあ、容量の話したんですけど、DVD 使えば容量でかいんですよ。ただ CD だと容量小さいけども、ただ、えっ、ー、と、なんだろう、このパッケージはね、あの、複数枚入るんで、あの、ちゃんとこう <laughs>、CD が2枚入ってました。はい。CD2 枚ですね。はい。 なのでこれあのえっ、ー、とまあ曲、まあ、音ゲーなんでまあ何曲か連続でゲー音ゲーやってまあクリアみたいなタイプなんだけどただディスク1とディスク2に入ってる曲っていうのがまああるんでまあ1の方のだ,、ね、だとあこういうローテーションで遊ぼうかな2だとこっちかなみたいなね遊び方になっていくところがあったかと思いますはいまあいいや で次がえっとねストリートファイター EX3 ねはい格闘ゲームまあ格闘ゲームもやっぱりねあのうーんプレステだとちょっとロンチなかったんだけどまあ東神殿が流行ってでまあ次の年に鉄拳っていう流れもあるんでまあいち早く来たっていうのがまあカプコンですねはいえー、っと そのおとぎを持ってる、あステッピンングセレクショででですすす。ね。これ後で話す予定、えー、EX3 世紀を超える今度の戦いは1人じゃない、えー、グラフィックが、えー、パワーアップしたのはもちろん EX3 ではタッグバトル、えー、ドラマティックバトルも可能になった無限の戦いが君を待つ、えー、オリジナルモードで、えー、仲間を集めそして宿敵ベガーを倒すのだ 倒した相手を仲間にすることができる、えー、仲間と協力し数々のバトルを乗り越えベガに挑めでキャラクターエディットモードで、えー、君だけのエースを生み出せでアリーナモード登場それは VS バーサスモードの進化系まあそんな感じでねまあいろいろと盛り込んできたって感じですかねはいで次でドラムマニアなんですけど <laughs>、まあ、もしかしたらこの辺に見えるのかな ここにあります。出す出の面倒だからな何も言いません、まああとでちょっと話するけど。でえっ、ー、と次がえーとマージャン大会。ということでまあ正直マージャンはね定番で早く出した方がいいって言ったんですけどまあプレステ1だとねあのあれですよマジンが出てたんですよねあの、ポリゴンのねキャラクターのマージャンですねが出たんですけどまあプレステ2ではね恒平がマージャン大会を出してきました。マージャン大会3ミレニアムリーグ。はい まあ2000年なんでミレニアム使ってますと、まあそういうとこですね。で、えっと、マージャン博物館強、えーえー、全面協力。世にも豪華な対戦の間で憧れの名杯が蘇ります。マージャン150年の歴史を凝縮したマージャン大会3ミレニアムリーグでスリルに富んだ展開を戦い抜き、栄えある優勝を目指してください。 これマージャン150年の歴史とミレニアムリーグがあんま関係ない気がするんですけど、ね、<laughs> まあいいか <laughs> はいブラーメンこんな感じ「マージャンビジナーからプロ級のマージャンファンまで思わず鉄満こんな優美、えー、ゴージャスなマージャンゲームはかつてなかった」ってことでね、まあ、まだ「中国4000年の文化が」とかいろいろ書いてあるけどまあいい,い,いかな <laughs> はい で次がねえっ、ー、と森田将棋だから勝ち抜き将棋も出たんだけど森田将棋も出てるんでなかなかこう将棋が激戦区になってたというね不思議な状況なんですけど <laughs> でまあこちらはね「えっ、ー、と本格派将棋ソフトここに極まる家庭用ゲーム機史上初データベース機能搭載なんと4000個以上の、えー、寄付データを管理可能また検索機能も充実し必要な 寄付データをすぐに呼び出せますまた寄付データを選択することによってすぐに対局を始められるなど便利な機能がたくさん、えー、盛りだくさんです。で第3の詰将棋、えー、回答プログラム PN4 登場 PN4 っていうのはそもそもアルゴリズムのね手法なんでここにアピールするのもなかなかすごいんだけど、まあ、PN4 すげえなーってなるのかな <laughs> まあまあ,あの AI 系のやつですよねまあ。 まあいいや。<laughs> であと将棋、障子の実施の執念、学習機能でさらに強くということで、まあ、試行することで強くなるよって、まあ、そういう要素もあったようです。まあ、障子はちょっと僕、あんまり詳しくないんで、やめときましょう、説明は。で、最後ね、リッチレーサー5。まあ、当時としてはね、こう、なんだろう、プレステ3ぐらいまで、なんか、ロンチといえばリッチみたいなね、イメージがあったんですけど、まあ、リッチレーサー5が、まあ、こんな感じでね、で、ロンチで出てます。はい。 まあああれかなあえて言うと、まあ、車とかの技術的にすごくなるっていうのもあるけど、まあ、要はナムコのあれですよね新ハードを叩くゲームとして当時はレースゲーム「リッチレーサー」っていうのがあったんだけど、まあ、それと同時にねあの別に望まれてるというか分かんないけど、まあ、女性キャラクターの、ね、ポリゴンもき綺麗になると、まあ、当然ここにも技術が凝縮されるという、まあ、そういうとこですね。 リッチレーサーサの、えー、今がここまあここれもロンチだかからなってそういういとこですかね、まあ、当然あのプレイステーションのワンの時にリッジレーサーがやっぱり一番こうハードを引っ張ったということもあるのでまあそういう意味ではこう A 列車で行こうまああいう順でね A 列車で行こうがあってリッジレーサーまであるというね <laughs> まあこの2つがあのプレステ1とプレステ2でロンチになったというまあそういう、まあ、ハードをねを牽引するっていうところではまあ なんだろうプレステのねあの流れっていうのはプレステ2はプレステからこうねまあ123からね1234ってところでまあ、ちょっとプラスアルファみたいな感じの、まあ、入れ方をしたのかなというところになるかと思います。はいということでまあ、20周年いえちょっとね年取ったなーって感じがあの <laughs> ちょっと前までねファミコン25周年とか20周年とかああいうのがちょっと前でもないか。 まあなんかね、そういうのがあった時代が、まあ、かつてあったなぁと思ったけど、プレステではなくて、プレステ2ですからね、20周年。恐ろしいですよ、本当に。はい。<laughs> で、プレステ2のね、個人的な思い出を言うと、プレステ2って確かね、3日間ぐらいで100万台突破したんですよね、確か。なんか、すごいニュースになったのを覚えてます。ただ、なんかこう、割とこう、普段ゲームやらない層が結構、 本体買っってて、たイメージがあ,ってあの要はあの一番安い DVD プレーヤーみたいなねそういうノリで購入されてるところもあってあのお店当時は発売日とかお店回ったりしてたんですけどあのあんまゲームやらなそうなんで老夫婦が普通にプレステ4の列に並んでたりとかねまあそういう思い出がありますはいで僕自身はどう,どうだったかっていうと実は、まあ、当時ね 当時勤めてた会社でねなんかこうあの裏で買えますみたいなこれ言っていいのかな <laughs> まあいいやもう20周年だしねいいでしょうあの裏で買えますみたいなね話があってまあ、要はあの上司が一応取りまとめてあのソニーさんから買ってました買ってたんで実はあの発売日の前日にね本体を渡されてね あの一応は明日発売だから家に帰るまで絶対に箱見られないようにっていうね <laughs> あの話を受けてあのちゃんとこう厳重に袋とかでね隠して見えないようにして持って帰ったのを覚えてますはいまあねあのなかなかこうプレステ2もまあ値段的にはプレステ版と変わらなかったけど やっぱりちょっとね、あのそこら辺の気,気を使うハードだったという、まあ、表現いいのかな、うんえーっと。遊びたいソフトが溜まってから買う姿勢なので、ハードを発売直,前直後に買うことがほぼ,ほぼないんですが、互換機能のおかげでプレステ1から遊びたいとイトとがあったので、プレステ2は比較的早い段階で購入しましたね。なるほど。そうですよね。互換機能というのは割とこう、の割こ アピールポイントになってたのは確かですね。まあ、ほん、ゲーム機でね。互換機能があったっていうのはまあ言ってみればあのなんだ。えっ、ー、とセガ sg1000s マーク i に対するマーク3ぐらいですよね。互換性が。 マーク3マスターシステムぐらいまでですよね互換性があったのは。まあプレステは互換性っていうかあれは拡張拡張あプレステは PC エンジンかは拡張拡張でしたしファミコンは数ファミでファミコンの互換機能があるかっていう噂はあったけど結局そのやっぱりハードスペックを落とすのとかコストカットとかいう意味合いで互換機能はつかなかったとかまあいろいろありますけど、まあ、そういう意味でやっぱ CD というメディアを使ってるところが まあ互換機能というのをやりやすかったところなんじゃないかなという感じがします。はい、で個人的にはねその本体はね前日に手に入ったわけですよ。 で手に入ったんだけど、まあ、当然ないわけですよね遊ぶソフトが。でまあ多分当時ねネットにつながるようなハードだったら、まあ、それ以上にねその家に持って帰る以上にねあの <laughs> 発売日だから日,が日をまたいぐところまであの絶対つなげるなよみたいなねあのお達しもあったんじゃないかなとネットにつなげるなよとかお達しもあったんじゃないかと思うんですけどね、まあ、一応プレステ2は最初はねあのオンライン機能ないですから。 まあ大丈夫でしたとでえっ、ー、とね僕はねだから発売日にまあ視察を兼ねてまあお店回って何買おうかなと思ってで実は何を買ったかっていうとえっ、ー、とまあステッピングセレクションとドラムマニアあとステッピングセレクションのコントローラー買ったんですよ一番あのやっちゃいけないことをね <laughs> あのまあ両手にねあの なんだこう周辺地球を持ってるような状態でまああとねこのドラムマにはね結構重いんですよ。ということでそういうねアホみたいな状況になりながらただ帰りにちょっとえ見たい映画があってね <laughs> あの映画館行きました。<laughs> はい、<laughs> もうバカですよね。映画館行ってね一応あの映画館行くと、まあ、まあ端っこの席に座ればどうにかねこうあの。 荷物を横に置いて見見れるからあの見たんですけどね確かね当時見たのがね多分マグノリアだったんじゃないかなあのトム・クルーズがね初めてアカデミー助演男優賞と主演じゃなくて助演で出た作品だったんですけどあれをねあの見た記憶があります <laughs> まあどうでもいいかそれはあスキャットマンの曲が入ってましたよねそうですねえっ、ー、とスキャットマンとね えーとなんかねあの有名な曲っていうのは多分この5678これステップスってやつとまあこの赤でついてるやつだねこれが多分あのムービーがちゃんと入ってるやつですよね確かそうスキャットマンはね流行ってたんだけどなんか そんなにスキャットマンに乗れ,乗れなかった記憶があります。あと、ブリトニー・スピアーズのね曲が入ってたのがね、割とこう、ポイント高かったんですよ、当時は。当時はね、まだね、あの後、ああなるとは思わなかったんですよ。<laughs> どうなんだかな、ね、まあ、まあ、そんな感じですね。うん。そう、だからね、どっちかっていうとね、僕はこのステッピングセレクションに関して言うと、 まあ遊びはしたんだけど割とこうなんか海外のなんか当時流行ってた曲をあのの動画を何回も見れるっていうところでね活用してる部分はありましたはいまあ,あであとあれですね、まあ、ちょっとさっき話をちょっと途中でやめちゃったんですけどその DVD がね見れるっていうのがやっぱりポイントだったんで当時あのマトリックスのね DVD がバカ売れしたんですよねうんだからみんなマトリックスを多分ね 多分ロンチで一番売れたのは、ロンチじゃないんだけど、マトリックスは <laughs>。多分ロンチの時にハード買って、最初にみんながね、こう起動したので、ね、割とマトリックス多いんじゃないかなという感じがします。まあ実際のところね、あの、なんだろう、こう、あのメモリーカードになんかちょっとデータ入れたりとかいろいろやって、ちょっと面倒だったような気がするんで、必ずしもこう DVD 使用機として、こう、ね、そこまでこう、 活用され続けたかちょっと謎なところもあるんですけどもまあ一応ねはいキーボードマニアは買いましたかあーキーボードマニアは買ってないかなドラムマニアは買ってや,やったんだけどただもうあれ組み立てるの結構大変でねもうしまっちゃったからそのままですけどキーボードは買ってないなギターはね多分この辺に落ちてると思うんだけど <laughs> うん そうね。キーボードは買ってないな。うん。ちょっとね、あの頃はコナミの音ゲーっていうといちいちその、それぞれね、周辺機器買わなきゃいけなくて大変なことになってましたね。僕はね、あの、ビートマニアに関しては、最初のね、あの最初の ASCII の,のコントローラー、5、5ボタンのやつ、あれを買ったのと、あと、まあ、あ,のあれか。 ダダンスダンススレボリューションはあのの普通のマットでやってましたね、はい、そんなところかな音ゲーは、うん、まあでもプレステ1で流行ったものがプレステ2でなかなかこうビートマニアもねちょっとどんどんさびれてった感じもするしまあ電車で GO なんかもねプレステ1で流行ってプレステ2にも移行してこう出たけども何となくプレステ2っていうのはちょっとそのなんだろうプレステ1よりやっぱ開発のしにくさとかいろいろ あこう必ずしもこう完全移行した感じでもなかったのかなとあでも2から3よりに比べると結構多いのかな2もあってプレステ2は結構2,000何百本,本かなあると思うんでまあプレステ1が4,000本ぐらいあるのに比べると少ないけどまあかなり流行ったことは確かですね。ということでまあこんなところかなプレステ2の振り返りは。 で、えっ、ー、と、本日のね、えっ、ー、と、記念日ゲームなんですが、一応ね、プレステ2でいいじゃんってところもあるんですけど、え、あ、パープロの調子が良かったようなイメージが、あ確かに、ンから2のあたりはそうですね。で、本日の記念日ゲーム、1995年の3月4日、えっ、ー、と、本日25周年になったのが、ラストバイブル3ということでね、まあ、ちょっとこれ汚いんだけど、まあ、いいとして。まあ、メガテンのシリーズのね、ちょっとこう、アデューというか、あの、まあ、 ちょっとねあの番外編的なやつでゲームボーイ初で、まあ、ゲームギアとかにも移植されてるラストバイブルシリーズなんですけどもなぜか3はスーファミで出てましたまあ一回ちょっとゲームボーイが低迷した時期があるんでだいたいそのぐらいの時期にスーファミに行っちゃったんでしょうねまあその後またゲームボーイでカラーの12がねカラー専用の対応かのやつが出てきたりしてねまあラストバイブルは ラストがいつだって話だったりもしました。ということで、あ、いいね、ありがとうございます。ということでね、本日はこの辺りにしようかと思います。以上、作艦でした。おやすみなさい。